駐車場なら私専用のスペースは貸してあげるよ。この辺りはほとんどがコインパーキングだから、月決めの駐車場を探すのは大変だよ。女性だからなるべく駐車場は近くが安心でしょ。いいんですか？ありがとうございます。私はユリ。このマンションに先月引っ越してきたばかりだ。住人同士のトラブルもなく、管理人さんに至っては自分の駐車場を特別に貸してくれる神対応な50代のイケオジだ。本当にいいマンション見つけたな。数日後の深夜、まさかの午前様残業になっちゃった。でも敷地内に駐車場があるのはありがたいわ。長時間残業、しかも寒い季節には譲ってもらった駐車場の優しさが身にしみると思っていたのだが。え？どういうこと？こんな日に限って無断駐車？もう管理人さん寝てるだろうから起こすのも申し訳ないし、今日はコインパーキングに止めよう。もともとは管理人さんが使っていた駐車場だから、車がない場合は来客用に使って OK とかいうルールがあったのかもしれない。あの人の良さそうな管理人さんならありえるな。続くようなら近いうちに相談してみよう。寒。だが次の日もその次の日も無断駐車は続いた。さすがに3日も続いたら無視できないので、管理人さんに相談することにした。え、駐車場使ってたの？車を見ないからてっきり使ってないのかと思ったよ。早朝出勤と残業続きでそう見えただけです。仕方ないからずっとコインパーキングに止めてたんですよ。そうなんだ。え、何その反応？実はあれ、新しく入居した人の車なんだよね。はい？新しく引っ越してきた女の子が駐車場が必要らしくてさ、困ってるみたいだから私のスペースは貸したんだよ。嬉しそうにしてたな。うわ、なんか嫌な予感がする。引っ越したばかりだと買い物も多くて車を使う機会も多いでしょ。だからさくらさんに駐車場を使わせた方がいいかなってさ。悪いけどゆりさんは適当にコインパーキング止めておいてよ。ちょっと待ってください。私駐車場代払ってますよね。なんと管理人は私から駐車場代をもらっておきながら別の住人に勝手に貸していたのだ。入居1ヶ月にしてイケオジはクソオジに降格だ。あのね、若い女の子に遠くの駐車場から歩かせて何かあったら責任取れるの？お金の問題じゃないんだよ。いやいや、駐車場代はお金の問題ですよ。それに平日の夜中に私を歩かせて、何かあったら管理人さん責任取れるんですか？あなた、若い女の子じゃないでしょうが。こんなクソじじい。じゃあ駐車場の契約は切ります。そういうのは3ヶ月前には言ってもらわないとダメだよ。今言われても3ヶ月分はきっちり払ってもらうよ。クソ親父には何を言っても話にならないので、その日は一旦引き下がることにしたのだが。ああ、何なのよもう。あれ、どうかしたの？ちょうどお隣さんと出くわしたので、たまりにたまった愚痴を思わず吐き出してしまった。そりゃひどいね。さくらさんって管理人の恋人でしょ？公私混同もいいとこだな。そうなんですよ。って恋人？合コンで出会ったその日に意気投合してお持ち帰りしたんだよ。詳しいですね。だって連れて行ったの俺だもん。え？まさか20代の女の子が連れるとは思わなかったみたいで、管理人さん舞い上がっちゃってさ、空いてる305号室に住まわせたらしいよ。話を聞けば聞くほど出るのはため息だ。ま、お詫びと言っちゃなんだけどさ、明日から俺の駐車場使っていいよ。ちょうど俺出張で来週末までいないから。コインパーキング代も大変でしょ。隣人の心遣いはありがたかったのだが、根本的な解決にはならないと思い、新しい駐車場を契約することにした。ところがその翌日からパタリと無断駐車がなくなったのだ。そしてさらに1週間後、衝撃の事実を知ることとなった。
もう一週間もさくらちゃんと連絡が取れないんだよ。心配で心配で。大丈夫っすよ。旅行でも行ってるんじゃないっすか。そんなはずはない。実家の工場の経営が厳しいから彼女は食費を切り詰めて仕送りしているんだ。旅行なんて行くわけないだろう。は？工場？俺は農家って聞いたけど、やっぱ騙されたんじゃないの？だからやめとけって言ったのに。そもそも部屋貸してるんだから調べや職場くらいわかるでしょ。実は今回は不動産屋通してないんだ。なーに？やっちまったな。さくらにベタボレした管理人は審査もせずに住まわせていたらしい。救いようのないアホだ。私は彼女を信じるぞ。もしかしたら部屋の中で倒れてるかもしれない。お金がなくてスマホが止まってる可能性もある。いい加減目覚ませよおっさん。そこからは大騒ぎだった。警察を呼んで彼女の部屋へ踏み込むと、中はゴミの山で、他人名義のカードが10枚以上も床に散らばっていたらしい。私のことが好きだって言うから、ゆくゆくは一緒に住むつもりだったのに。具体的に結婚の話もしてたんです。スマホの番号しか知らないのにですか？50年の人生で初めて味わった初恋と失恋の衝撃はあまりに強く、管理人さんはメンタルが崩壊して入院。私は無事に引っ越し先が決まり、マンションを出ていくことにした。あれ、まさきさんも引っ越すんですか？ここの住人ほとんどが来月には出るみたいだよ。いろいろと問題が発覚してね。どうやらあの管理人さん、貸す相手によって家賃や駐車場代を万単位で変えていたらしい。209号室の人なんて隣なのに俺の倍取られてたって話だよ。うわぁ。さくらさんの騒動から次々と闇が発覚して、本来なら住み続ける予定だった住人も出ていくことを決意したらしい。2ヶ月後。なんで誰も入ってこないんだ。空き部屋だらけじゃないか。一連の騒動がネットニュースに載ったんですよ。住人をエコひいきするような管理人がいる物件に誰が住みたいんですか？残ってる住人は3人か。あ、今月中に全員退去予定ですよ。入居者ゼロ。収入が、私の収入が。結局管理人はマンションを手放し、今じゃ 1K の風呂なしアパート住まいとなった。風呂に入りたい。恋に溺れて管理人としての立場をぶん投げなければ悠々自適な生活だったはずなのに、随分高い勉強代を払ったものだ。一方、私は新居での新しい生活が始まった。はーい。隣に引っ越してきたまさきと申します。これが私と今の旦那の馴れ初めです。